今回の修行はこれまでとは一風変わったものにしようと思ってるの。ただでさえ厳しい母さんの修行だ。どんな内容になるか楽しみだね。絶対辛いやつだよ。怖いよ。どんな課題を出されたとしても全力で取り組むわ。覚悟完璧。ズバリ、お友達とお泊まり会をしなさい。え？こんばん、パジャマパーティー。地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。泊まりがけの研修会というだけで全くパジャマパーティー要素ないんですけどね。やめろ、悲しくなる。ちょっとでも楽しもうぜ。そうですね、このレポートあと20枚終わらせたら楽しみましょう。ちくしょう。ここは伝説の殺し屋アルカラム一族のお屋敷。シュガーとその子供たちショコラ、ビター、カカオ、ガーナが今回の修行について話をしているようです。なぜか子供たちは呆然としていますが、今回取り組む修行について話していたのよね。ええ、そうよ。聞き間違いかな。友達とお泊まり会をしろなんて修行とは何の関係もないことを言われた気がしたんだけど、しっかり聞いていて偉いわね。私はまさにそう言ったもの。どういうこと？なんでお泊まり会が修行になるの？説明希望。あなたたちは今一流の殺し屋になるため日々努力をしているところよね。とても立派なことだわ。だけどそれだけじゃダメ。え？裏社会だけで生きていくわけにはいかないから、一般人として振る舞う術も身につけなければならないの。だから学校も普通のところに通わせてる。子供らしさを大切にしてほしいってことよ。そしてあなたたちは意図しているかは別として、ちゃんとお友達も作っている。話が読めないな。つまりよ。シュガーは子供たちを見ながらにやりと笑いました。今回の修行はテストのようなもの。一般人のお友達とお泊まり会をしながら殺し屋の仕事もしてもらう。友達と楽しむ子供であると同時に、いかにその友達を欺くことができるか私に見せて。これはあなたたちが呆然とするようなバカバカしい修行ではない。覚悟して臨みなさい。すごい、ここがショコラちゃんのお家の別荘？しかも2軒並んでる。ここに泊まれるなんて嬉しい。今日は楽しんでね、リーブちゃん、リル君。はい、お招きいただきありがとうございます。めちゃくちゃワクワクしてきた。シュガーが話しているのはショコラの同級生リーブとカカオの同級生ディル。これまでも放課後にアルカラム兄弟と遊んだことがある子供たちです。しかしお泊まり会は初めて。アルカラム所有の別荘を前に目をキラキラさせています。説明しておいた通り、男女に分かれてそれぞれ別荘を使ってちょうだい。生活に必要なものは揃っているはずよ。食材などの買い出しは自分たちでね。スーパーは近くにあるからご心配なく。買い物にも行けるなんて俺たち大人になった気分だな。ディールは単純だね。なんだと？こら、仲良くしなさい。うるせえ、姉ちゃんでもないくせに偉そうなこと言うな。小さい頃からお隣同士で散々面倒見てきたんだから、お姉ちゃんみたいなものでしょ。二人はいわゆる幼馴染ってやつなのね。仲良しっこよし。カカオ、お前のせいでキモいこと言われてる。リーブと兄弟なんて。はいはい、照れてるだけだよね。かわいいにゃー。くぅ、騒がしくしてすみません。いいのよ、無邪気で子供らしいじゃない。シュガーの言う子供らしいのワードにショコラたちは反応します。今回はリーブやディルのように自然体でありながら殺し屋の顔も忘れてはならないという課題があります。修行内容の発表から数日でいろいろ考えてはみたのですが、やはり具体的にどう過ごせばいいかはわからないまま。さてリーブちゃんとディル君、先に別荘の中に荷物を置いておいで。ショコラたちには今からお泊まり会をする上での注意事項を伝えないといけないから。わかった。ではお邪魔します。男女別に別荘を用意してくれたんだね。
子供とはいえお泊まりするからにはちゃんと線引きが必要でしょ。男女の関わり方も今のうちに覚えておいて損はないから。よかった、心配していた部分だったの。プライバシー大事。僕は別にどうでもよかったけどね。あなたは他人に興味がなさすぎるからでしょ。ひどいな。雑談はそこまで。お泊まり会の内容に関して私は口を出さない。普通に楽しめればそれで結構。でも話しておいた通り仕事はしてもらう。ショコラはそう言いながら、ショコラ、ガーナペアに男の写真を、ビター、カカオペアに女の写真を一枚ずつ手渡しました。男女ともにいかにもな悪人顔です。それが今回のあなたたちのターゲット。明日リーブとディルと解散するまでに始末してちょうだい。昼夜問わず行けそうだと思ったタイミングで。シュガーがまとめてくれている情報によると、ターゲットの居場所は別荘から割と離れた場所のようです。そこに向かって始末して別荘に再び戻ってくるまで、少なく見積もっても2時間はかかるでしょう。それじゃあ私は帰るわ。火の扱いには気をつけるのよ。刃物は慣れているから言うまでもないわね。勝手に承知。母さんのことだ。僕たちの様子を見るために別荘に監視カメラを仕掛けているんでしょ。いいえ、防犯カメラが玄関に1台ずつあるだけよ。だってこれはあくまでお泊まり会だから。明日の朝、笑顔のあなたたちに再会できることを楽しみにしてるわ。あれって失敗で落ち込んでいる顔を見る気は毛頭ないってことよね。へへへ、母さんらしいプレッシャーのかけ方だ。怖い、厳しい言い方じゃないのが余計に。コクブル。さあ、いつまでも待たせていたらあの二人に怪しまれるわ。とりあえず行きましょう。あ、やっと来た。お待たせ。リーブちゃん、改めて今日はよろしくお願いしますにゃ。こっちこそ。荷物を寝室に置いた3人は別荘の中を見て回り、まずどこに何があるのかを確認していきました。そしてショコラちゃんママが言っていた通り、必要なものは揃ってるね。食料を買えばいいだけだ。今日の夕飯何にしようか。嫌いなものはある？ううん、特になし。よかった。ここはお泊まり会っぽくカレーにするのはどうかな。いいね、お野菜もたくさん入れて栄養たっぷりにしよう。お菓子も大量に買い込んでパーティーみたいにしようよ。あ、お兄ちゃんに反対されちゃうかな。今日くらいハメを外してもいいんじゃない。やだ。じゃあ買い出しするもののメモ作ろう。何も忘れないように。じゃあ私書き出しちゃうね。女子組はお泊まり会を楽しむため計画的に動いているようですね。和気あいあいとしていてすでに楽しそうです。ひどー、この中で運動会してもいいくらいじゃん。さすがに言い過ぎ。そんなことないって、ビター兄ちゃんも俺と同じ意見だろ。完全否定。チェーノリ割り、この野郎。攻撃回避。ビター兄ちゃんやる。それなら今度はこうだ。負け犬パンチ。急にめちゃくちゃ悪口言うな。楽しそう、僕も混ぜてよ。いいぞ、オラ。いつも僕に負けてるくせに、その根性だけは尊敬するな。どうせ今日も負けるんだろうね。なわけあるか。今日はお泊まり会パワーでいつもの元気100倍だ。うわー、みなぎってきた。だりゃー。いた。ほ、本当に強くなってる。まか不思議。どんなもんだ。早々に遊び始めた男子組。家具や荷物がぐちゃぐちゃになるのもお構いなしで取っ組み合いをしています。ビターとカカオはもちろん手加減はしていますが、楽しそうです。女子組とは大違いですね。大人になってからはそうでもないのでしょうが、子供の頃は女子の方が落ち着いているのかもしれません。男子の子供らしさもとても可愛らしく、どちらがいい悪いというわけではありませんよ。しかし調子に乗りすぎると、ビター、カカオ、ディル、せっかくだし買い出しは一緒に。って、どうしてこんなに散らかってるのよ。
信じられない。あんたたちそこに正座しなさい。ひ、まずい、やりすぎた。お、鬼がいる。二人もおバカだにゃ。神経衰弱。あんなに怒らなくてもいいじゃん。暴れまくってたのがいけないんでしょ、まったく。でもカカオとディルはともかく、ビターまで一緒になって遊ぶなんて。兄さんはああいう時案外一緒になってはしゃぐタイプだよ。ディヒピロ、照れてる場合じゃないでしょ。うんふーん、お買い物楽しみだにゃー。お肉にお野菜に。ガーナちゃん、本当にお菓子こんなに買い込むの？もちろん。ガーナはお子ちゃまだな。うるさい、後で分けてって言いに来ても絶対あげないんだからね。そんなこと言わねえよ。だいたい男子はそんな余ったるいもん好まねえって。守護ディカシ。そうね、ディル、あなたの隣にいる男子を見てみなさい。え、これ全部買うよ。カカオ、お前、俺がせっかくカッコつけたのに。カッコつけ告白してちゃ意味ないじゃない。そもそもディルってお菓子大好きでしょ。強がってないで好きなの選んだら。別に強がってないし、っていうかバラすな、個人情報だろ。大げさね。ブブブ、ディルってお子ちゃま。煽るのはやめなさい。リーブ、ディルにお菓子を選んであげたら。夜道を歩くわけにもいかないから、またスーパーに来ることもできないし、今のうちに買い物は済ませておきたい。わかった、確かにそれがいいわね。ほらディル行くよ。いらねえって言ってんだろ。姉さんナイスアシスト。どうも。え、何が？作戦会議。作戦？ああ、仕事の話か。あ、そうだね、いつ動き出すか4人で決めて協力し合うのがいいもんね。ショコラたちはリーブたちに聞かれないよう、うまく距離を取り、こそこそと話し合い始めました。正直、動くなら今じゃない？別荘の鍵を閉め忘れたとかなんとか言って2人離脱すればいいんだ。その間残った2人がリーブたちに怪しまれないよう振る舞う。ターゲットを始末して戻ってくるのに約2時間かかる計算だけど、2時間も買い物できる？途中寄り道。なるほどね、自然な感じで時間を引き延ばせばいいにゃ。問題はどっちのペアが残るかだけど。今回はショコラ、ガーナ、ビター、カカオでペアを組んでいるため、一人で始末しに行くことは認められません。動くときは二人揃ってがルールです。僕たちが残る方がいいんじゃない？カカオ、それはどうして？時間を引き延ばすならリーブよりディルを利用した方がいい。公園に誘い込むとかね。この場合姉さんたちより僕と兄さんの方がうまくやれる。確かにそうかも。あ、じゃあお姉ちゃん、私たちは急いで行こうか。ええ、任せたわよ。こっちより自分たちのこと心配しないよ。リーブたちに怪しまれないようにするにはスピードが命だ。グッドラック。リーブへ説明。うん、僕たちも行こう。ここまでは問題なく来られたわね。お兄ちゃんたちちゃんとごまかせてるかな。信じるしかないわよ。それより今は目の前の仕事に集中しましょう。相手は成人男性、こっちは子供2人。元軍人だって話だし、体力はあるはずよ。お泊まり会モードは抜け出して真剣に。うん。妙な胸騒ぎがするな。おっと、投げナイフか。なかなかの精度だが、それじゃあ俺はやれん。誰だ、出てこい。従った方が身のためだぞ。ち、母さん、あえて厄介なターゲットにしたわね。こんなに簡単にナイフを受け止めるなんて。なんだガキか、まさか殺し屋だなんて言わねえよな。殺し屋だけど。笑わせる。俺はこれまで屈強な殺し屋を何人も返り討ちにしてきた。お前らじゃ無理だ、帰れ。そうしたいけどそういうわけにもいかないの。あなたは私たちが仕留める、覚悟して。あーん、ひっ、こ、怖いけどやるぞ。ふふ、ガーナ、偉いわね。今のあなたかっこいいわよ。
お姉ちゃん、ありがとう。ふざけたこと。はあ、止めるはずが、いつの間にか私まで夢中になってた。そろそろ帰らないと。きっとショコラたちも待ってるはず。もう少し。ダメ。作戦通り公園に立ち寄ることに成功していた居残り組。帰る流れになっていますが、果たしてショコラたちは無事仕事を終えられたのでしょうか。さすがに緊張するかも。ちゃんと別荘に戻ってきてるよね。ドキドキ。ただいまー。って、なんで怪我してるの？包帯巻き巻き。ああ、これちょっとその辺で転んじゃって。二人揃って？ガーナはともかくショコラ姉ちゃんまでって案外おっちょこちょいなんだな。ええ、そうよ。私はおっちょこちょい。休んでていいよ。このくらい平気よ。でも食材を冷蔵庫に入れるのは頼んでいい？わかった。ほら、ディルも手伝って。あーい。ショコラ、ガーナ、すっごく疲れたけどなんとかなりました。特組合で最後は二人がかりでナイフ突き刺しまくるっていうみっともないやり方だったけどね。ターゲットがいたのがマンションだったから爆弾や拳銃を使うのはためらっちゃって。母さんは意地悪だね。本当にそう。きっとあなたたちのターゲットも厄介者よ。くれぐれも気をつけて。合点承知。僕たちはディルが寝静まった頃に行くことになりそう。その時にも何か手伝えたらいいけど、そっちはうまくやってくれたみたいだし。ディルに付き合って子供っぽく振る舞っておいたよ。全力遊戯。ふふ、楽しんだみたいでよかった。さ、夕食にしましょう。うげえ、なんでこんなに野菜ばっかり買ったんだよ。男子組が今日何食べるかも決めてなかったのが悪いでしょ。それに買い出しの時に気づくものじゃないの？文句があるならせめてその時に言いなさいよ。菓子夢中。そうそう、ディルってば結局お菓子売り場に釘付けになってたもんね。ふーん、そうなんだ。はあ、なってねえし。カカオのバカ、嘘つくな。バカはどっちかな。いいから手を動かしなさい。早く作って食べちゃいましょう。うまいだと。お野菜もしっかり刻んで煮込んだから簡単に食べられるでしょ。リーブちゃんすごく工夫してたもんね。ディルに配慮して優しい。そんなんじゃないって。リーブ以外の料理の腕が良かったんだな。いつもこんなにうまくないもん。こいつ犬猿の仲。そうかな。僕には仲いいだけに見えるよ。賑やかに食事を済ませ、それぞれの別荘で過ごすことになりました。お風呂に入ろうということになったのですが。ねえ、今日はみんなでお風呂入らない？え、みんなで？私可愛いバスボム持ってきたの。お風呂かなり広かったし、温泉気分でどうかな。賛成。ダメ。別に嫌なわけじゃないんだけど、ほら、私とガーナは怪我をしているから一緒のお風呂に入るのは不衛生かも。リーブ、お風呂上がりにみんなでたくさんお話ししましょう。一番風呂は譲るからね。そういう理由なら仕方ないか。うん、わかった。じゃあ入ってくるね。みんなで入りたかったのに。私たちの傷結構生々しいわよ。殺し屋として働いた後の傷なんて一般人の子に見せるわけにはいかないでしょ。それもそっか。隠し。というわけで3人は別々で入るようです。一方その頃。俺は今日風呂に入りません。不衛生、不潔、断固拒否。あれだけ公園で汗かいたのにどんな宣言なのさ。だって風呂って面倒で嫌いなんだもん。いつもうるさくて怖い母ちゃんがいないんだし、今日くらい好きにする。そういう理由なら何が何でも入らないとダメだよ。は？なんで？うちの母さんの方が君の母さんの何百枚も怖いから。お風呂に入らずにベッドで横になったなんて知ったら何されるかわからない。冗談だろ。ガクブル。イター兄ちゃんがそんなに震えるってことはガチなのか。俺怖
怖くなってきた。みんなで一緒に入ろうぜ。なんでそうなるかな。ま、いいけど。その後ゲームをしたりパズルをしたり、それぞれ楽しく過ごした男女組。あとは寝るだけなわけがありません。まだビターカカオペアのターゲットは生きているのですから。しかし、俺今日寝ないぜ、ずっと遊んでよな、ととんでもない宣言をされてしまったのです。すでに深夜0時ですが、ディルはやる気満々。カカオ、これは良くないね。早くゲームの続きやるぞ。ディル、自分では気づいてないだろうけど、君の体力はもう限界のはずだよ。え、そんなことないって。寝そべり要求。リター兄ちゃん何するんだよ。そのまま目を閉じてリラックスして。ほら、だんだん眠くなってきたでしょ。ゆっくり呼吸して。羊が1匹、羊が2匹。睡眠完了。姉さんに言われた通り、強制的にでも穏やかな方法で眠らせるのが効果的だったね。実際昼に体力使いまくってたし、こうなるのも当然だ。行動開始。行こう。ターゲットを早く始末して、僕たちも寝ないとヘトヘトだよ。ビターとカカオは別荘を抜け出し、ターゲットの元へ。ショコラたちの話を聞いて、しっかり覚悟していたからか、想像以上にあっさり始末することができました。特筆すべきこともないくらいに。そしてさっさと別荘に帰ってきて、ディルの横で眠ったそうです。そのまま爽やかな朝を迎えたのですが、ショコラたちの夜の過ごし方は。ねえ、もう素直になっていいよ。二人とも好きな人いるんでしょ。絶対誰にも言わないから教えて、お願い。好きな人なんていないってば。このやりとり数えきれないほど繰り返したにゃ。お泊まり会といえば恋バナだもん。さあ、聞き出すまで諦めないぞ。もはや別人みたいね。そこまで気になるってことは、リーブちゃんに好きな人いるからなんじゃないの。話すならまずはそっちからでしょ。え、私はもしかしてディルとか。あって、そんなわけないよ。ないないない、絶対ないから。でもディルって案外いいところもあってね。この前なんて。ガーナ、ナイス。これで私たちへの質問攻めは回避できたわ。ま、ここから彼女の語りを聞くことになるんでしょうけど。どっちみち寝れないじゃん。と結局朝までリーブの話を聞き続けたそうです。ビターとカカオのフォローはできませんでしたが、それ以上に疲れてしまったようですね。昼の決断は正しかったわね。この事態は想定できなかったから、もっと先のことまで読んで動くことの重要性を学んだわ。そもそも行き当たりばったりな作戦は。お姉ちゃんが眠すぎてブツブツ言い出した。ショコラ、ちゃんと聞いて。はい。次の日迎えに来たシュガーは、ショコラとガーナの様子を見て、仕事が失敗したのかと思ったと言います。だー、終わった。0時5分。上出来と言えるでしょう。明日は休みでいいんだろ。じゃあパーティーするよな。俺この時のためにチキンにポテトにコーラ用意してたんだよ。結構ガチですね。いいですよ、今日は夜通しゲームと行きましょうか。たまにはこんな日もいいでしょう。それでは皆さん、バイバイチーン。今回の修行は合格と言っていいでしょうね。リーブもディルも大満足していたし、あなたたちからも楽しかったって声が聞けた。ターゲットもこの世から消え去ってバッチリよ。ふふふ、光栄だな。修行最高だったら、また今度同じような修行をする。いやよ、もうこりごり。せめて純粋なお泊まり会だけがいい。仕事がなければ徹夜も平気だ